皆さんこんにちは、評定の高橋義弘です。今日は、翡翠ナスと、タチウオの枝豆あんをお作りします。おナスの方はこう割とこう照りつやのしっかりとあるものを選んでいただいて、今日はこれを油で揚げていきます。で、揚げるときに、破裂してしまわないように気をつけて、揚げていきます。最初にこうヘタを取っていただいて、それからこの部分ですね、この部分に、串を 3,4 箇所ぐらいぐっすりと、でこういう金串がなければ竹串でもいいので。それはなぜ穴をそこで開けるんですか？これでこのまま串しないで油で揚げるとナスが爆発したりするので、爆発しないように火の通りがいいようにですね。今回のお料理で秋ナスですか、はい、選ばれた理由とかっていうのは何かあるんですか？あ、割と秋ナスの方が、夏のナスよりも、味が乗ってる、しっかりとナスの香りも味わいも、食感も、いいので、ぜひこの時期に食べていただきたいお料理ですね。でこれを揚げていきます。でこのまま揚げていくと、水分が中からシュワーッと出てくるので、そうすると火が通った証拠なんですけど、そこからもう少しだけ揚げていきます。でお箸で触ってみてこうブーッという感じが、振動が伝わってきたら大体全体に火が通ってきた証拠ですね。で少しこうナスがふかふかしてきて、音が少し静かになってきたら火が通ってきた証拠なので、これで引き上げます。で氷水に落とします。で少し粗熱を取ってから皮を剥いていきます。氷水ってやっぱり急速に冷やした方がいいですか？そうですね、その方が翡翠ナス の, その緑の色が綺麗に出ます。こうして触ってみて、その粗熱が取れて熱くなければもうそれで OK です。で剥くときはお尻から剥いていきます。この方が繊維が、表面、ナスの表面がきれいに剥けます。で素手で剥いてもらってもいいんですけど、こうして骨抜きなんかでつまむものがあれば剥きやすいと思います。こういう状態ですね。一度こうして剥いたものをもう一度炊きます。これに、薄口醤油と、みりんですね。色をつけない程度に、薄口醤油を入れて、でみりんで少し甘さを入れて、あと少し塩で味を整えます。今これで 250cc です。揚げた時に火の通りが浅いとナスの色が変わってしまうので、ここでしっかりと最終的に火を通します。かといってこう長く炊くと、翡翠ナス の, その翡翠の色が抜けてしまうので、短時間で炊きます。でこれで、もう数分炊いてもらったら十分なので、これで冷まします。ナスはこのまま置いておきます。まず枝豆を掃除します。その産毛とか汚れを落とすのに、お塩ですね、これで揉み込みます。これはやっぱりすり鉢みたいにザラついてるものの中に入れてやった方がいいんですか？そうですね、ちょうどこうお互いに擦れ合って、産毛と汚れが取れてしまうので、ザルだと塩が落ちてしまうの で,、はい、でちょっとこう塩が馴染んできたかなぐらいだともう十分洗えてるので、これで水洗いします。だいたい枝豆の 1.5 倍の水があれば枝豆は湯がけるので、今ここ 200g あるんですけど 300cc の水、これ水は多すぎない方がいいってことですか？そうですね、味が抜けてしまうので、その分で、刺し昆布ですね、昆布があると、昆布の旨味
が出て枝豆が美味しくなるのと色目も綺麗に仕上がります。でここで火をつけます。昆布を入れてからですね、昆布だしで湯がくという感じです。でここに塩を入れるんですけど、水の 2% の塩ですね、 2% の塩水で枝豆を湯がきます。で最初から塩を入れると昆布の味が出ないので、水が沸騰してから塩を入れます。でここで塩を入れます。でこのままだと上浮いてしまうので落とし蓋をして全体に湯が回るように。だいたい枝豆は 4,5 分あったら湯がけるんですけど、今回ペースト状にするので、少し柔らかい目に湯がきます。なので、まあ、5分ぐらい目安で湯がきます。はい、これをザルにあげて、でここでもう一回塩を振るんですけど、その時はザルに塩を振ると塩が逃げてしまうので、もう一度お鍋に移して塩を振ります。この中で、はい、塩を混ぜます。でこの状態で冷まします。これ冷ますのはもう、はい、常温でそのまま。そうですね、まあ、もし風に当てられるなら風に当てて。今度はこの薄皮も剥いていきます。これは薄皮は何で剥かれるんですか？これがどうしても舌触りが悪くなってしまうので、ご飯なんかに入れるときはこの薄皮はついたまま合わせますね。それはなぜですか？この方が香りが残ってたりするので、薄皮のところに。今回はペースト状にしてしまうので、あえてちょっと薄皮を剥いてしまいます。タチウオの方は、おろして、この地につけてだいたい3時間ぐらい置いたものがこれですね。煮切り酒とみりんと薄口醤油と塩合わせて、刻んだ少し、山椒の実が入ってます。でこの漬け込んだ状態で、まあ、揚げても焼いても、例えばちょっとレアに鮮度が良ければレアに片面焼きとかしてもらっても美味しいです。でここで山椒と、余分な地を取ってしまいます。でこれをだいたい揚げやすい大きさに切ります。皮が硬いので身の方から包丁を入れてもらうといいですね。でこの皮目少し、揚げた時に、丸まらないようにタチウオの皮目に少しだけ切り身を入れます。あまり入れすぎるとバラバラになってしまうので、皮目に筋が入る程度ですね。でこれに今度はハケで打ち粉していきます。衣は薄い方が美味しいので、できるだけこう全体にまめなく薄くつけていきます。で卵白をくぐらせます。卵白の方はもう本当に黄身と白身を分けただけの状態ですね。これは研がないのはどういった理由があるんですか？自然にこう、とろっとした部分は落ちてくれるので、卵白をつけた時にもこの方が薄く卵白がついてくれますので、必要以上に溶かないで使います。でここでこうしてパン粉をつけるんですけど、パン粉もできたら細かい方がいいですね。粗いパン粉を、まあ、できたらすり鉢なんかでちょっとこう細かく潰してもらうと、まんべんなく薄くつけることができます。本日の動画を楽しんでいただいた方は
高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。で、今度はこの枝豆をペースト状にしていくので、ミキサーを使います。で、この枝豆に、先ほどナスを炊いた煮汁、枝豆のだいたい半量ぐらいを用意していただいて、全部入れないで少し入れて、これで一回ミキサーを回します。で、もう少し回りようが悪いと思うので、一度に足さずに少しずつ足していきます。で、一度硬さを見てみて、で、味見をして、塩分が欲しければ先ほどの枝豆の湯がき汁を少しだけ、辛いのでここは少しだけですね。多少こうムラが出てくるので、時々こうして、縁についているものを落としてもらいながら回してもらうと全体にまんべんなくなります。だいたい 5,6 回回してもらうと比較的滑らかな感じになります。こうしてちょっとトロッとした状態が、かけるときにはちょうどいいですね。これでナスの煮汁を多めに入れて、冷たく冷やしてすり流しみたいにして召し上がっていただくこともできます。これで、枝豆ペーストの完成ですね。タチウオをあげます。これで揚げていきます。だいたい170度ぐらいですね。さっきナスを揚げてた時より少しだけ温度が高いかなというぐらいです。だいたい同じような温度で揚げられます。あまり温度が高いと焦げてしまうので、だいたい火が通ってくると浮いてきてブーっていう振動が伝わってくるので、そうするとこれで揚げ上がりです。食べ合わせる時のみょうがですね、薬味、少しヘタを落として半分に割ります。で、こう合わせて食べるような感じに持っていくので、あまり長いと食べにくいので少し斜めにして刻んでいきます。で、下の部分がつながっているので、ここだけ少しこう包丁目を入れておくと細かくなります。みょうがはそのまま使うとちょっとこう辛みが強いので、一度水につけておいて、余分な辛みを抜いてあげます。はい、先ほどのナスですね、ちょっと今回いいとこ使うので、だいたい3つぐらいに切りますね。こう一貫こう切り口を見せて、一貫肌を見せて、でこの上にエナマメ餡を添えます。で、薬味ですね。
れで出来上がり。失礼します。夏らしい感じがして非常に美味しいです。あんまりこうやってちゃんと料理の形をして出されたものをお部屋で食べる機会ないんですけど、うちの店の味はやっぱり美味しいなっていうふうに思います。茄子がこうしっかり冷たくて、この枝豆あんと合わせた時の食べた感じと、あとみょうがと薬味と合わせた感じで、タチウオの温かいお料理と合わせた感じと見てもらうといいかなと思います。そうですね、枝豆今の時期からやっぱり美味しいんで、夏らしさもやっぱり茄子とそのタチウオだけじゃなくて、まあ、やっぱりこの枝豆の濃ゆい濃厚な感じがやっぱり全体をそのうまく、なんていうんですかね、まとめてるというか、そういうバランスも考えられた、その計算された料理なんだなっていうふうには思います。はい、個人的にこの枝豆の香りも大好き。ああそうですね、はい、そうですね、美味しいですね。それでこういう料理に仕立ててるんですけど、こう食材ごとにこう枝豆の香りが合わさるとまたこう違う香りが立ってくるので、なんか夏の香りやなって思いますね。夏から秋にかけてっていう。タチウオもこういろんな料理にできるから美味しいよ。そうですね、あんまり店では普段はメニューをしないんで、うん、家庭ではすごい使いやすいお料理、あの食材かなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。2013年に和食とその伝統的な食文化がユネスコ無形文化遺産に登録され、日本料理の技法は世界中の料理人が注目する存在になりました。日本で独自に発達しただしに代表される旨味を使った料理は、油脂の美味しさによる料理に比べて著しくカロリーを抑えることができ、健康に良い、料理としても関心を集めています。日本料理アカデミーではこうした日本料理の料理技法を科学的に捉えて、それぞれの料理人が自分の料理に取り入れて実践できることを目指して日本料理大全シリーズを刊行しています。今までにプロローグ缶、だしとうまみ、調味料、向こう板1、2の4冊を刊行して、現在焼き場を制作中です。ぜひご活用ください。詳しくは概要欄をご覧ください。南禅寺の参道沿いに400年余り、懐石料理を提供して、店をしております。京都の東山の界隈ですね、お越しの際はぜひお立ち寄りください。